こんにちは、岩間よい子です。今日は今すぐオフにすべき iPhone の設定12個をご紹介します。バッテリーの節約からセキュリティ対策、普段使っていてイラッとする動作に関わる設定までカバーしていますので、ぜひ参考にしてください。オフにすべき設定、まず一つ目はアプリのトラッキング。アプリを開いた時にこういう風にトラッキングの許可を求めるポップアップが表示されることありますよね。これを表示させなくして一括で許可しない設定にする方法です。設定アプリを開いて、少し下のプライバシーとセキュリティを押します。トラッキングを押します。この下のところでスイッチがオンになっているアプリに対してはトラッキングを許可しているっていうことになります。ここで言うトラッキングっていうのは、広告の目的で他社のアプリやウェブサイトを横断して個人情報だったりユーザー行動を追跡するっていうことなので、基本的にはオフにしておいた方がいいかなと思います。一括で許可しない設定にするには、一番上のアップからのトラッキング要求を許可をオフにして、アップにトラッキングの停止を要求を押します。そうすると過去に許可したアプリも設定がオフになって、今後新たなアプリからのトラッキング要求も自動的に拒否されます。いちいち出てくる許可しますかっていうポップアップも表示されなくなりますので、こちらはオフにしておくのがいいかなと思います。続いてアプリのアクセス権。このトラッキングの画面1個戻って、プライバシーとセキュリティの画面のところで、こちらにある各機能に対してアプリからのアクセスを許可するかどうかを設定できるんですね。例えばこのカメラっていうのを見てみると、ここでオンになっているアプリに対してはカメラへのアクセスを許可しているっていうことになります。例えばこのフィルミックプロっていうのはカメラアプリなんですけど、カメラアプリなのでアプリ使うときはカメラ立ち上げないと使えないので、カメラへのアクセスオンにしてるんですけど、こういう TikTok とか自分でカメラで撮って投稿するっていう場合はオンにしておく必要があるんですけど、 TikTok で可愛い女の子を見るだけで自分はカメラで撮って投稿することはないよっていう場合は、こちらはオフにしておきましょう。同様に1個戻って、このマイクっていうのも、このアプリ上でマイクを立ち上げる必要がないものはオフにしておきます。あとは写真ですね。こちらにすべての写真とか選択した写真とか出てると思うんですけど、例えば LINE に関しては LINE で友達に写真を送ることもあるので、すべての写真へのアクセスを許可にしています。逆にこれが選択した写真とかになってると、限られた写真しか選べないので、 LINE で写真を送る場合は通常はすべての写真にしておきますね。で、逆に写真を使わないようなアプリ、例えば Facebook とかで自分は写真を投稿することはないよっていう場合はなしにしておきましょう。あとはまた戻って、連絡先、アプリによってはスマホの連絡先に入れている相手をおすすめユーザーとして表示してくるっていうことありますよね。 Twitter で自分の電話帳に入れているリアルの知り合いに対して自分がおすすめされてしまうっていうこともあるので、自分のアカウントがリアルの知り合いにバレたくない場合は、こういう各 SNS の連絡先へのアクセスをオフにしておきましょう。 Twitter 側の設定でもすでにアップロードしてしまった連絡先情報を削除することができます。 Twitter で見バレを防ぐ設定については以前の動画でも解説してますので、こちらもぜひ見てみてください。続いて位置情報サービス、こちらの画面戻って、このプライバシーとセキュリティの画面の一番上に位置情報サービスっていうのがありますね。各アプリに対して位置情報の使用を許可するかどうかっていうのが設定できるんですね。例えばこういうマップとかだったら当然利用する上で位置情報が必要なので、その場合はこのアップの使用中っていうのを選んでおくのがいいかと思います。アプリによってはこの常にっていう選択肢もあるんですね。常ににしていると
アプリを開いていない時でもバックグラウンドで位置情報を利用しているっていうことになりますので、自分が気づいてないところで位置情報が使われているだったりとか、その位置情報を常に取得するためにバッテリーも使うことになりますので、利用する上で位置情報が必要なアプリであれば、基本的にはこのアップの使用中にしておいて、でそもそも位置情報が必要ないアプリであればしないにしておきましょう。またですね、位置情報の使用を許可する場合であっても、この正確な位置情報を使用するかどうかっていうのも選べるんですね。 iPhone が動くたびに位置を正確に追跡していくと、その分またバッテリーも多く消費されることになりますので、この正確な位置情報っていうのは大抵の場合は必要ないと思いますので、オフにしておきましょう。続いて iOS 16で表示されるようになったロック画面の再生中の音楽の画像です。音楽再生中にロック画面を出すと、こういうジャケットの画像がデカデカと表示されますよね。自分が好きで聴いている音楽とはいえ、デカデカと画像が表示されるっていうのはちょっと恥ずかしい時ありますよね。この大きい画像の表示をオフにする方法です。この画像の部分をタップします。そうすると、大きい画像は消えて、このプレイヤーのところに小さく表示されるようになりました。で、一度小さくしておくと、次に何かを再生した時にも小さいままの表示になります。ちなみに、小さい画像をタップすると、また大きく戻すこともできます。この画像のタップで小さくするか大きくするかっていうのを切り替えられるんですね。続いても iOS 16から表示されるようになった項目です。このホーム画面の検索ボタン、こちらを押すと、スポットライト検索といって iPhone の中のアプリとかデータを検索できるんですけども、この検索ボタン押さなくても、ホーム画面のどこでも下にスワイプすると、検索の画面出せますので、なのでこのボタン自体は必要ないですし、これがあることで従来からあったページ切り替えの表示が見えなくなってしまうんですね。この検索ボタンの表示をオフにするには、設定アプリを開いて、ホーム画面を押します。この検索っていうところのホーム画面に表示、これをオフにします。そうすると、ホーム画面の検索ボタンは消えて、このページ数を表すポッチが表示されるようになりました。このポッチのところをスライドすると、こうやってホーム画面が複数枚ある場合は、ページを素早く切り替えられますし、何ページあるのかとか、今どのページにいるのかっていうのがわかるので、検索ボタンじゃなくてこっちの表示にしておく方が使いやすいかなと思います。続いて、アップ内評価とレビュー。アプリを使っているときに、こういう評価を求めるポップアップが表示されることありますよね。これを出てこなくする設定です。設定アプリを開いて、少し下のアップストアを押します。下の方のアップ内評価とレビュー、こちらをオフにします。これで評価を求める画面は出てこなくなります。続いて、アップの自動ダウンロード。同じくアップストアの設定画面で上まで戻って、この自動ダウンロードのところのアップダウンロード、こちらはオフにしておくことをお勧めします。こちらはですね、他のデバイスで入れたアプリを自動的にインストールするっていう機能なんですね。なので例えば iPhone と iPad を使ってて、iPad で何かアプリをインストールしたら、 iPhone の方にも同じアプリが自動的にインストールされるだったりとか、 iPhone を機種変更して古い端末もサブ的に使ってるっていう時に、新しい iPhone でアプリを入れたら古い方にも勝手に同じアプリが入ってるっていう風に連動してしまうんですね。他の端末で入れたアプリが勝手にインストールされてほしくない場合は、こちらオフにしておきましょう。続いて、古い端末のバックアップ。バックアップの設定を見直すことで、iCloud の容量を大幅に節約することができます。こちらの画面、戻って、設定画面のトップページから、一番上の自分の名前を押します。iCloud を押します。
iCloud バックアップを押します。この下のところに、すべてのデバイスのバックアップといって、この iCloud のアカウントでバックアップしている端末が出てくるんですね。ここに昔使ってた iPhone のバックアップが残ってて、結構容量を使ってたりすることもあるので、もう不要であれば削除してバックアップをオフにしておきましょう。古い端末をタップして開いたら、バックアップを削除してオフにするを押します。で、確認が出てくるんですけども、こちらオフにしたとしても、もちろん今使っている iPhone のデータには何も影響ありませんし、その古い端末をまだ初期化せずに残してたとしても、その端末自体のデータには影響なくって、バックアップのデータのみが削除されてバックアップが停止されます。もう必要なデータは基本的には新しい iPhone に移してると思いますので、この古い端末のバックアップはオフにするで大丈夫です。続いて、今使っている iPhone に関しても、バックアップが不要なアプリに関しては、バックアップの設定をオフにしていきます。デバイスのリストから、この iPhone って書いてあるものを選択します。すべてのアップを表示を押します。そうすると、この iPhone でバックアップの対象となっているアプリが出てくるんですね。バックアップが必要ないアプリに関しては、こちらをオフにしておくことで、iCloud の容量を節約することができます。私の場合はこの、オーディオブックっていうのが、6.97GB と、かなり容量使ってますよね。オーディオブックって、本を音声で聞けるっていうサービスなんですけど、音声データなので、そのデータを全部バックアップしてるので、こう容量をたくさん消費してるんですね。こういうオーディオブックとかのサービスって、また同じアカウントでログインすれば、それまで購入した本とかって再ダウンロードできるじゃないですか。ほとんどのアプリは、またログインすれば、それまで通り使えると思いますので、この上から、容量たくさん使ってるものを中心に、バックアップが不要なアプリに関しては、こちらオフにしておきましょう。続いて、インターネット共有。こちらの画面、戻って、設定アプリのトップから、インターネット共有を開きます。この、他の人の接続を許可、こちらはオフにしておきましょう。このインターネット共有は、テザリングって言って、携帯の電波でパソコンとか他の端末をインターネットにつなぐことができる機能なんですけど、この他の人の接続を許可にしていると、他の人の端末の Wi-Fi のリストのところに自分の端末の名前が出てしまうんですね。なんか見たことありませんかね？カフェとかで Wi-Fi につなごうとしたら、誰々の iPhone みたいな感じで、近くにいる知らない人の名前が出てきたみたいな。それが、この他の人の接続を許可をオンにしていると起こってしまうので、こちらは基本的にはオフにしておきましょう。このインターネット共有、自分の iPhone で自分の Mac とか iPad につなぐっていう時は、こちらオンにしてなくっても、同じ Apple ID で iCloud にサインインしている端末同士であれば接続できるんですよ。なので、普段自分の端末に対してインターネット共有使ってる場合であっても、こちらはオフにしておいて大丈夫です。続いて、着信音、通知音をボタンで変更。電車の中で YouTube を開いたら爆音が鳴ってしまって恥ずかしい思いをしたっていう方もいるんじゃないでしょうか。こちらの画面戻って、サウンドと触覚を押します。この着信音と通知音の音量のところのボタンで変更。こちらはオフにしておくことをお勧めします。この着信音と通知音。電話が来た時の音とかメッセージの通知音っていうのと、YouTube や音楽の再生の音量っていうのは別々で調整されるんですね。このボタンで変更をオフにしている場合は、この横のところの音量ボタン。ここを押して音量調整したとしても、この着信音とか通知音の音量は変わらないんですよ。つまりボタンを押した時には、YouTube とか音楽アプリで流れる再生の音量を調整することができます。逆に、このボタンで変更をオンにしていると、この音量ボタンを押した時に、
こっちの着信音とか通知音の音量が調整されて、YouTube とか音楽の再生の音量には反映されないんですよ。この場合は YouTube とか音楽を再生中にしか音量の調節ができません。なのでちょっと今から YouTube 見たいけど、周りに人がいるから音量めっちゃ小さくしてから開こうと思って、動画を開く前に音量を下げておいたとしても、この着信音とか通知音が小さくなるだけで、こうやってマックスまで小さくしても YouTube の音量は小さくなってないので、この状態で動画開いてしまうと普通に大きい音のまま流れてしまうんですね。普段着信音とか通知音ってそんなに変更することもないと思うので、このボタンで変更の設定はオフにしておいて、普通に音量ボタンを押した時には YouTube とかの音量が変更されるようにしておくっていうのがおすすめです。ちなみにですね、こちらの着信音とか通知音の音量っていうのはアラームの音も含まれますので、もし次の日早く起きたくてアラームの音を大きくしたい場合は、この設定アプリからこちらで音量を上げておくとアラームの音量にも反映されます。続いて大きな音を抑える、こちらのサウンドと触覚の画面でヘッドホンの安全性を押します。こちらに大きな音を抑えるっていうのがあって、耳を保護するためにこちらで設定したレベルよりも大きな音を自動的に低減させてくれるっていう機能なんですけども、イヤホンとの相性によっては必要以上に音が小さく抑えられてしまって聞こえづらいっていうこともあるので、その場合はこちらで制限するレベルを調整するか、この設定自体をオフにしておきましょう。私も骨伝導イヤホン使ってて、骨伝導イヤホンってもともとあんまり音が大きく聞こえないので、ここオンにしてると小さくなりすぎて聞こえづらいので、私はこちらオフにしています。ということで今回はオフにした方がいい iPhone の設定をご紹介しました。 iPhone のおすすめ設定に関しては他にも動画でご紹介していますので、ぜひ見てみてください。この動画が参考になりましたらグッドボタンお願いします。このチャンネルではiPhone の便利な使い方をご紹介していますので、興味を持っていただけましたらチャンネル登録お願いします。それではありがとうございました。